キチャンネル。じゃあこんにちは。さあ最後を飾るのは、はい、北海道日本ハムファイターズ。はい、おお、12球団目ですか。そう、うん、ね、もうここまで日本ハム、はい、76試合消化、はい、29勝47敗、うん、借金が18、はい、首位と 5.5、6、7、 14.5 ゲーム差。うーん、ちょっと一つ上の5位とも差ついてますもんね。7.5、5位とも 7.5、うん、で A クラスとは10ゲーム差です。はい、まあなかなか厳しいね。まあそうですね、ちょっと離れちゃいましたね。そう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 、うん、まあいろんなことねやってるけども、はい、勝ちというところではね、うん、なかなかこの、まあでも育成って言ってるからね。まあまあ公認してるのであれば、うん、そう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 、だからまあ仕方ないよね。はい、だからいつも言ってるんだよ、うん、勝ちに行きますっていう時だけ教えてほしいっていう。はい、今日は勝ちに行きますとかあるんですか。いやいや、今年は優勝を狙って勝ちに行きますっていう時だけ、はい、うん、常に優勝を狙いませんだったら、はい、いつ狙うんですかっていうのになるし、お、常に、ね、それでも A クラス狙いますとかでも何でもいいのよ、はい、でもなんか2位と6位は一緒とかって言ってるから、はい、優勝を狙わないんだったら優勝を狙いますっていう時だけ言ってくれないと、こっちもこの評論とか解説する立場になってそれあるかないか全然違うから。まあそうか、まあ、育成って公認してるのであれば、まあ、何でもいいじゃん、まあ、何でもいいというか、大げさに言うと、そうです、あ、いい子、なんかいい選手になってきてますねとかね、で誰がナンバー打っても、ね、あ、いろいろ試してるのかな、はいはい、ってなるけども、うん、こう勝ちに行きますって言ったらそんなことじゃ優勝できませんよっていう評論になってくるからね、はい、そこはもうだから勝ちに行きますっていう時は、はい、教えてほしいですね、シーズン頭に。そう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 、はい、もしくは来季はとかね、はい、必ず言ってほしいですよね、はい、あと言わなかったら誰かに聞いてほしいですよね、今年は勝ちに行きますかっていう、今年の目標は、ね、そう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 、はい、でなった時にですよ、はい、日本ハムファイターズ、はい、ね、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、こちらです、はい、第1回トレードに出してあげた方がいい選手、うん、北海道日本ハムファイターズ指名終了です。いない、いないです、誰もいないです。え、いや、それでも勝ちに、まあ、行ってないって言っててもですよ、うん、でもやっぱりビッグボスが使う選手使わない選手っているじゃないですか、うん、それでなんかこうあれ頑張れるのになんかビッグボスに使ってもらえないなみたいな選手いないんですか。いない、トレードに出してあげた方がいい、一人もゼロ人、投手野手ともにゼロ人です、いないです。あ、じゃあまだ全員にチャンスがあるってことですか。お、いいところに目つきましたね。お、いやばっすよ、はい、今までの11球団、うん、はい、見て、うん、使わないんだったら、はい、いい選手だから、ウィーラーね、いや、ウォーカー、プランコ、外国人登録選手もいて、はい、うん、1軍上げれないんだったら、本人のために、はい、とかね、うん、じゃあ、昨日の木浪とかね、うん、はい、とかっていうところも、いや、中野が出てきて、山本、糸原いて、北条上げるんだと、うん、使わないんだったらとかね、はい、だからそういう、基本的には、いや、使わないんだったら、うん、出してあげた方がいいんじゃないの、うん、じゃんね。はい、でその元にあるのは、そこにも絶対的な人がいるから、うん、もう使わないですよねってことじゃんね、うん、ロッテの左のピッチャー土肥も、はい、佐藤、うん、元前、うん、小島、中村とか左、そっちが優先順位やって使わないんでしょっていうところじゃないですか、うん、はい、日本ハム絶対的な人、近藤以外一人もいません。あー、まだ全然入れ替われるチャンスっていうのが大いにあると、うん、もう、うん、今の日本ハムで、うんうんうん、絶対的なね、レギュラーは近藤一人なの。あと松本とか、うん、そう、松本は今年から出てきたんです。そうですね、うん、でなった時によまだポジション、うんうん、クソほど余ってんだよ、はい、じゃあもう、うん、使われないなら他に行った方がじゃないんだよ、はい、で使ってるじゃん、うん、基本的には、はい、全員一軍上げるって言ってるから、だから全員にもチャンスあるし、うん、ほぼほぼ誰も決まってないし、はい、ってなったら、うん、他のチーム行くよりも日本ハム、今のこの状況の日本ハムで、はい、レギュラーになれないやつは、うん、他のチーム行っても試合出れないですよ。あー、なるほど。他のチームよりも今の日本ハムの方が出られる可能性は大いにあるよってことなんですね。そう、だからもし俺が今ルーキーだったら、はい、俺が98年のドラフトで、うん、まあ、あの時逆指名だったけど、うん、ロッテ行きたいって思ったのは、はい、ロッテが一番試合出れそうだからだよね、うん、それはイコール弱いからじゃんね、はい、で俺がもし今アマチュアだったら、うん、俺日本ハムに一番行きたいね。あ、だって一番試合出れそうだもん、すぐ、まあ、結果残せば、うん、だって、うん、あ、フリーポジションだからね、はい、空いてるから、うん、ポジションが、は
だから今の日本ハムの選手たちも、はい、いや使わないんだったらとか言ってなくて、はい、決まってないから、うん、頑張って今の日本ハムでレギュラーになるように、はい、みんな頑張った方がいい。もう大チャンスよ。確かに新しい選手出てきてますもんね。またこの中盤にかけて上川畑選手がルーキーが出たりとか。でもまあほぼまだ全体的に決まってるわけじゃないからね。そうですね、うん、だからまだ全然変わりますね。そう変わるから、うん、ここでガチガチ自分が頑張ってガチガチになるようにした方がいいよね、うん、まずこの日本ハムで、うん、この今こんなフリーポジションの中、うん、頑張れないやつが他に行ってもその頑張れないから、はい、だからいわば他から取ってくるために誰かを出すっていうことだったらいいけども、うん、積極的にもう使わないんだったら出してあげた方がいいんじゃないのっていう選手はいないですね。あーそっか、誰か欲しいから、はい、まあ、この選手出すしかないなはあるかもわかんないけども、うんうん、だってピッチャーでもよ、うん、先発は、はい、あの噂は、はい、で伊藤、うん、加藤、うん、多分この3枚もがっちりですよね。その3枚だけだよね、うん、はい、がっちりっていうのはね、うん、あとは流動的、まあ、今上原投げたりとか、はい、日野池田投手ですね。そうそうそう、うん、吉田恒成ね、はい、まだリリーフに戻るかもわかんないけど、ね、ま、だからガチッと決まってるのは多分その3枚だけだから、はい、あと外国人ね投げたりしてるけど、うん、ポンセとかね、だから空いてるじゃんフリーポジション。そうです、先発もまだチャンスは全然ありますね、うん、でリリーフにしても、はい、まあね、あの開幕から北山頑張ってきたけど、うん、ちょっと疲れもね、はい、なってきてるし、うんうん、まあ、あとは先発杉浦もいたか、はい、石川直也、うん、そうだね、堀投手とか、ね、堀とかね、で、うん、まあ、宮西っていうと、はい、だから最近西村がね状態いいんだけども、うんうん、はい、でまあ鈴木アンダースロー、はい、あと玉井とか、うん、でももう頑張りゃね、すぐ行けるか、あ、根本でも先発ね、はい、やったよ、そうですね、だからもうトレードとかうんぬんとかじゃない、はい、そんなチームじゃない今今年は中野選手はもうアピールしてアピールしてレギュラーをつかみに行くところ、うん、空いてるからね、はい、フリーポジションだから行った方がいいよ、うん、だから使わないんだったら、うん、まあ、あいつもいるしあいつもいるし、一軍上げないんでしょ、じゃあまだ頑張れるから他のチーム行った方が一軍に入れるようになるよ、うん、がこの12球団、はい、トレードに出してあげた方がいい選手のまず、うん、テーマじゃね、はい、にいないのよ日本うーん、そうですね、どう考えてもいない、どう考えてもいないのよ、いや、あ、こう2軍で結果出してんじゃん、うん、まあでも同じポジション決まってないから1軍行ったら頑張れんじゃんみたいな、まあ、そうか、そうなっちゃうのかそう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 、2軍で頑張ってたら、うんうん、2軍で頑張ってたらもう1軍上がれる、無条件で上がれるから、うん、そもそも、じゃあ、まあ、あとはビッグボスの好みですかね。でも結果出したら好みも減ったくれもないからね。そうか、2軍で5割打ってたらあげますもんね、うん、で1軍行って3割打ってたら出すじゃん、うん、出しますね、だからもうそこカチッとはまるじゃん、はい、だからもう本当にすごい言い方悪いけど、はい、もう今の状況で、うん、ハムでポジションをつかめないかったら、はい、うん、今のこの現状の中でよそに行っても無理だから、うん、あ、まあまあまあ、強いて言ったら、うん、あるとしたら、うん、中の首脳陣と会ってないから、うん、技術の向上が認めないんだったら、うん、はい、他の環境下でひょっとしたら人との出会いでパッていく可能性あるけど、うん、はい、ここまでは分かんないからね、分かんないですね、内部知らないと分かんないですから、ね、うん、そんなにあ、この選手はね、うん、監督コーチと全然うまくいってなくてまあ技術のね観点とか考え方違いすぎて、うん、今いてもどっちも幸せにならないから、もうこの選手はトレードに出してあげた方がいいよ、はい、選手にとっても不幸だし、うん、首脳陣にとっても不幸、うん、みたいなね、はい、もういたらよ、はい、いたとしてもよ、はい、言えないよ、言えないですよね多分自分でも分かるかもしれないじゃないですか、うん、そういう時って自分からトレードに出してくださいっていうのは言えるもんなんですか、出たいですみたいな。でもそういうのは、うん、そう、もしその理由でトレードに出たいってなると、はい、いや球団批判じゃんね、そしたらフロントもいい顔しないから、ね、確かに言いづらいですね、うんうん、もし使わないんだったらトレード出してくださいは言いやすいけど、うん、あの指導法が合ってないんでトレード出してくださいって言えないよ、そうですねそうですね、それは言いにくい、うん、でもあとまあ日本ハムで一番気になるのはもうトレードより近藤は FA するのかどうかだけだね、はい、あれ今年でしたっけ。そうだよ、今年で複数年切れるからね、はい、だから俺、うん、近藤を10億円選手に入れてるんで。入れてましたっけ。そうそうそう、だからここでもしだから俺が一つ気になるのは、はい、ビッグボスはね、うん、そのキャンプからずっと優勝は狙いませんと、はい、ね、っていう言ってるけども、うん、近藤一人だけが優勝したいですって言ってる、うん、このギャップ何みたいな。まあそれ優勝したい選手は、まあ、近藤選手だって今までずっと経験積み上げてきて、そうだから絶対的な、絶対的なレギュラーっていうのは、うん、勝つこと優勝することが喜びなの、はい、絶対的なレギュラーじゃない人って試合出ることが喜びだから、うん、この喜びの度合いが違うのよ、うん、
だから多分他の選手というのは試合あんまり出ない選手というのは 出る、はい、出たら嬉しいから勝った負けるよりも出てる自分が嬉しいみたいな、はい、でも絶対的な人っていうのは出るのが当たり前だから、うん、勝つことが嬉しいし優勝したいだからここのギャップがあるんだよ、ね、選手間同士でも、うん、近藤だけ一人だけ違うこと言ってるから、はい、そういった時に優勝したいんだったら、うん、今のままで来年の日本ハムの優勝は、まあ、する可能性あるよ、はい、でも現状としては俺の予想では難しいんちゃうかと思った時に、はい、ひょっとしたらよ優勝したいっていうことがあって、うん、FA 移籍もあるよ、はい、優勝したいから FA 可能性もあるじゃんね、うん、そっちの方がトレードより気になるけどあどうなんだろうっていうねそうですね、うん、だからその俺のねウィキペディアにも載ってる、はい、FA するタイプの優勝したい型に入るかも分かんないそうですね、うんうん、ウキに載ってんだよ俺のはい、FA の俺の考え方の何型かみたいなそうです、ね、すごくない 3パターン4パターンですね 4パターンか優勝したい、はい、あとは好きな球団、うん、地元子供の時から好きな球団行きたい、はい、とにかく金や、うん、と追い出され方はい、居場所がなくなってっていうところですねそうだからこの優勝したい型で行く可能性もあるけど、はい、俺はそっちの方が気になるけどそうですねそうなったらもう、うん、全員また戦力戦国時代だから、はい、誰が稼いでも、うん、でなったらもう誰がだからトレード出さないないいない、うん、あのそんなチームにいても使われなかったらこのままクビになっていくだけだからっていう選手がいない、はい、全員ベテランの中島でもそうだし、うん、杉谷でもそうだしチャンスあるんだからさ、はい、そこでやっぱ結果残したらそこで入れるわけだから、はい、そんな他の球団行くよりも、うん、今のこの状況の中で早く自分が結果残して掴んだ方がいいよ、うん、そうですねだから唯一、はい、唯一いないいないよ選択終了です選択できない、はい、このチーム状況を考えると、はい、すごい考えたけど、うん、いやでも頑張った方がいいよねってなるからねそうですね、うん、だからねそれが選手にとっても一番早いですよねそう、うん、だから皆さんね、はい、今のフリーボール状況の中でね、はい、しっかり結果を出して、うん、日本のねレギュラーをみんなの中で、はい、あなただけです、うん、頑張って掴んでください、はい、それでは最後に日本ハムの応援歌もしくはキツネダンスどうぞどっちがどっちですか？キツネダンスで。どこやればいいんですかね？いや俺で分かんないから。分かんないんですか？じゃあ後で一緒に踊りましょうよ。どうぞ。ティッティフォクシー。はい。それだけ？全部長いじゃん。音ないから。ティッティさ、歌ってんじゃん、さっき。ティッ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 